こんばんは。今回はですね、シーズンが終わりましたんで、シーズンエンブレムが実装されましたということで、今回これを使っていこうかなと思うんですけど、まあ、これは、基本的には、打球ダメージを、プラス10伸ばして、さらに1ポイント以降であれば、ダメージを必中化にすることができるので、こちらの方をね、活用して使っていこうかなと思います。ということで、どうぞ。はい、でやっていく試合の方を見ながら喋っていこうかなと思うんですけど、まずはルーシェです。ルーシェの中でも、クレーコートが一番通るかなと思ったので、エルルーシェを使いました。グラスはちょっと赤髪とかがいるんで、無理かなと思ったんで、とりあえずクレーで、試していこうかなと思うんですけども、そうっすね、必中をゲットしたのは、でかいっちゃ、でかいんですけど、いかんせん、ちょっとエルルーシェの性能がもうね、数年前の性能になってるので、そこの時点できついものは、ありましたが、ただ削りは、やっぱいい性能持ってするので、見ていただけたらなと思います。基本的には1ポイント以降に必中がつくんですけど、それ以前も打球ダメージがプラス10されてるはずなので、いつもよりはダメージが出るのかなっていう感じです。140、150。結構いいダメージ自体は、これは前からできたことなんで、これでしたいこととしては、そのダメージ無効とか貼ってるような敵を、その貫通するような立ち回りになるんですけど、とりあえず1ポイント取りましたんで、こっからが本番とはなるんですが、ダメージ、無敵とか貼ってこなければ、素直に一応倒せはしますね。はい。ただやっぱ最近の硬直無効とかそういうのがないので、使いづらさはあるんですけども、強いことには変わりないですね。はい。こういうドリンクとか仮に取られても、速攻で枯らしてしまえば、全く問題はないので、はい。そこはいいのかなと思います。で、ここでとりあえずエレノアの方が、退散しまして、はい。シャルができます。シャルはやっぱドリンクとかいっぱい取るんで、ドリンクとかアイテムか取るんで、それでドリンク無敵とかつけると思うんですけど、そういうのでも枯らせるところが見せれたらいいなと思うんですけども、これで、まだ飛びついちゃったからあれですけど、こっからどれだけ枯らせるかって感じかな。はい。ここで、はい。で、ここで、とりあえず打ってみて、アウト。ちょっとこれは、運が悪いな。アウトはしょうがない。格安の宿命というか、えぐい角度狙おうとしたら、アウトするのは当たり前なので、これはいいとして、とりあえずこれで後ろ下げて、で、はい、これダメージがどんなもんですか。ここで160、いいっすね。はい。ダメージ怖い。はい。ここで、はい。とりあえず取って、はい。相手、一応取ってはいるんですけど、アイテムとか。はい。ドリンク無敵とかは、とりあえず貫通してくれるんで、そこはでかいんですけど、ちょっとアウトしすぎじゃない?ちょっと。で、得点できなかったんで、こちらも枯れてしまいました。あと、灼熱ストームが辛すぎて、枯れとる。ただ、相手も枯らせてる。そこはいいんだけどもね。ちょっとな、これ。相手が回復する分、すぐに枯らせるから、そこはいいんだけども、ちょっとな、回復がな。オッケー、ここはいけて、はい。一応、ドリンク無敵、今、腫れてますよね、相手。腫れてる状態でも枯らせるってところが見せれたので、いいっちゃいいんですけどはい、ここで、ちょっとここ、飛びつこうとしたんだけど、失敗しましたね。飛びつけ粒子もね、強いんだけど、あんまり慣れすぎてもあんな感じで失点してしまうので、難しいところではある。はい。ここで SS が飛んできまして、はい、ここで受け止められず、スタミナがなくなっていく、ちょっと、灼熱ストームが思ったよりきつくて、枯れちゃいましたな、あと飛びつきとかもあるんで。いや、きつい、枯れてきます。ああダメージがすごいことは分かったんだけど、エルルーシェ自体のちょっと、スペックが足りない感がありますね。はい、ということで、次は、ティナですね。はい。今、玄関境めちゃくちゃ強いティナを対面していこうかなと思うんですけども、ティナは、一応バリア中とか、そのダメージ固定とかが一応、持ってたりはするんですけども、このドリンク無敵とかを貫通できるところがお見せできればいいなとは思うんですけども、このアイテムとかやっぱいっぱい取るんで、そこら辺貫通できたらなと思います。はい。ということで、ここでとりあえずバイスで失点しまして、これで相手は、エンブレムが発動するので、はい。ここから見ていこうかなと思うんですけども、どんな感じになるかですね、とりあえずロブ上げたりとか、取って、で、スペシャルが怖いんで、それにもちょっと警戒しながらって感じかな。はい。そろそろかな?相手飛んできますんで、それもちゃんと取る。ただね、やっぱね、緊急事態発生と言いますか、このキャラ格ジャスなので、SS ゲージが溜まりません。やばすぎる。ゲージがたまんないから、仮に飛ばせてもダメなんですよね。いやー、これダメだな。あ、てか、エンブレム発動じゃないか。これ相手が言ってんだからダメですね。自分が点取らなきゃダメなんで、貫通できてないわ、そういえば。で、ここで何もできずに、はい、とりあえず帰っていきますと。はい。
ここで、はい、まあ打たれますが、まあ、とりあえず SS ゲージの方を貯めていきたいですね。はい、まあ一応必中が見せられなくても打球ダメージをお見せすることはできるんだけども、やっぱ必中のところもお見せしたいとこではあるな。はい、ここでとりあえずルーシェをまた戻していきましょうか。はい、ここでルーシェを出しまして、でアレスを打ちます。はい、ここで、はい、ログ打ちまして、でここで点取れたんで、ここでやっと必中が発動するようになりましたね。はい、じゃあここから、はい、本番やっていきましょうということで見ていきましょうか。はい、ちょっと SS が怖いところではあるんですが、まあ、いい感じにログ上げたりとかして、まあ、いい感じに SS を貯めていきたい。はい、打てました。で SS が帰ってきて、まあ、してしまうんですが、ここからですよ、ここからここからここから SS 打てたんで、ここから、まあ、ダメージがどんなもん出るかを見ていこうかなと。今ダメージが空いてドリンク取ったんで向こう持ってるんですけども、その状態でどんだけ入るか。まあ、30なんですけどもね。入ったとこで30なんですけどもね。いやー、ちょっとねー、クレイコートはねー、やっぱ、ギズイかもしれない。ルーシェ自体もあれなんだけどね。という感じで、カラシケラってのは他にもいるんですよ。はい。まあ、対面してるルカもそうなんですけども、フェネッカです。はい。次はフェネッカを見ていこうかなと思います。これ一応失点しましたんで、相手1点取って、で、これでエンブレムの必中が発動になったので、ここでバイスタイム見ていこうかなと思います。基本的にこの対面って、まあ、その、カルマとか貼られない限りは、まあ、バイスでスマッシュとか極限打ったりとかして、まあ、勝てる対面ではあるんですけども、まあ、ダメージを伸ばすことによって、まあ、どれだけバイスが辛くなるのかって見ていこうかなと思います。はい。これダメージの方、134ですね。これ多分 SS100% が入ってるからと思うんですけど、まあ、毎回3桁ダメージ出て枯れちゃいましたと。はい。まあ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 、これも強いですと。はい。まあそうですね。まあやっぱ打球ダメージ、そのなんかプラス10だか15だかって結構ね、しょぼそうに見えるじゃないですか。ただしょぼくないんですよね。結構それがね、バカにならなくて、毎回毎回それ足してったらすごい数になりますからね。15だとしても、まあそれを2回やったら30ダメージもなりますし、まあ強いんですよね。だからカラシキャラを使う場合は全然ありなんじゃないかなと思いますね。はい。で、一応、おまけに、シューズ自分ね、これ、軽減履いてるんですよね。クレーエンマの靴に、あと、軽減もつけてるんで、一応、軽減もりもりにしてるはずではあるんですけど、それでも91とか入ってるんですよね。131。多分、軽減が入って、80とか90とか、そんな感じだと思うんですけど、49。まあ、軽減入ってもこんなもんだからな。強いってことがわかりますね。やっぱ、ダメージはすごいんです。やっぱ、ティナとかがおかしいだけで、普通はこんな感じで枯れるんですよね。だから、まあそうですね、そのカラシケラを今まで使ってた方はこのエンブレムをつけることによって、まあそのドリンク無敵とかに邪魔されずに枯らすことができる。まあそれこそ相手の戦闘にルカとかアレスルカってダメージすごいじゃないですか。なので、まあそういったキャラに今合わせてあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあそのティナとか使う場合はドリンクゲージが欲しかったりとか、まあ見切り欲しいとか、まあその編成にもよるんですけど、まあカラシケラを使う場合はこのエンブレムもね、はい、選択肢の一つに入るんじゃないのかなと思います。はい、ということで枯れて負けちゃいましたと。はい、ということで、まあエンブレム自体は結構強いんじゃないかなと思います。ということで最後にカスミ VS アイリスやっていこうかなと思います。この対面って基本的にまあアイリスが有利だとは言われてはいるんですが、まあ、ダメージが通ることによってどれだけまあ出てくるかって見ていこうかなと思います。はい、でまず、戦闘から、まあ、プラス10が入ってるからか、なんか、やけに枯れるんですよね。まあ、もともとアイリスは、脆い方ではあるんですけど、それにしても枯れてますね。45度が入ってるから、ダメージがちょっと痛いですね。これがちょっとね。はいはいはい。まあ、戦闘の時点で、まあ、エブの効果を、まあ、一応確認することができるんですが、ここで、とりあえず、取りましたんで、打球ダメージが15と、あとは、必中ダメージが入るようになったので、まあ、これでさらに磨き上がる。105って何？これ何？ SS100% とかつけてんのかな？やば！ちょっと待って、枯れちゃいました。ダメージの枯れ具合がやばい。これ今、確かスタミナダメージ無効効いてますよね。これ、多分宝石持ってるから。多分効いてるけど貫通されてるんで、これやばすぎる。これもう、霞耐えられません。ドリンク来ないと。やばすぎるわ、これ。とりあえず SS が来るまでは死ぬ気で頑張るしかないですね。これ枯れちゃいまして。で、ドリンクが来たんで、これでとりあえず321回復しますが、ただ結構もうね、ピンチになっていますと。はい。枯れますね、124。痛すぎるダメージが。しかもこれダメージ無効、あ、今入ったのか。今入ったんだけど、でも貫通されてますからね。そのダメージ無効とは何ぞやって感じになっちゃってるんですけど。無効を貫通されていますと。はい。あ、てか、発動はしてるか。さっきのはドリンク無敵で、あ、見てるだけか。はい。ここで頑張って前に出て、はい、SS で決めていきます。はい、ドリンクも来たんで、これでやっとまあ、ほぼほぼ全回復みたいなとこには来たんですけども、ここから、
すごいんだよな。はい、これとりあえず、まあ、SS 警戒しながら、まあ、時止めしといてって感じで、まあ、ちょっとここも無駄打ちでしたね。はい、ちょっともったいないんですけども、はい、これとりあえず瞬間移動打っといて、はい、これを受け止めていく。こっからまあ頑張って取りますがアウト。なんか今日やたらとアウトするんですけど。まあ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 、1点ぐらいはくれてやろうと。はい。で、これ解除されるんで、まあ一回他のキャラで、まあスルーしてって感じですね。はい。で、ここで霞がもう一回戻ってきまして、はい。で、ここから、まあどうなるか。この状態は一応完成したから、向こうが効いてるはずではあるんですけども、まあダメージがやっぱ入ってしまう。毎回60ダメージぐらいは入ってるの、148。やばすぎる。で、ここのなんか、多分急速が早すぎて、で、打つのが遅かったからかな、ネットに引っかかってしまいましたと。まあこういう偶然もあるんですけども、でもスタミナがないからな、きつすぎるな。ちょっとな、スタミナが、霞がやっぱやばいことになるんじゃないですかね。まあその赤髪とかだったら、まあもともと必中持ってるんであれなんですけど、これもともと持ってないからしキャラが、やばいですよね。止まんないですよね。で、ここでとりあえず完成して特殊ショット打てるようになったので、まあ、ここから挽回を狙おうかなとは思うんですけども、ちょっとね、こう、飛炎がちょっとスタミナ関係上追いつけないですね。強いな、やっぱ、からしってのは強いっすわ。ここで、はい、とりあえず解除とか入りますが、SS をこれで受け止めて、はい。で、決められない、ダメージ60、毎回60とか入るもんな。ちょ、これが痛すぎるんですが、はい、スライス、決まらない、ダメージ、もうスタミナないもん。動けねえ。ボレーきつい、ボレーきつい、ボレーきつい。ドロ、きつい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 。スライス、きつい。ちょっとなぁ。やっぱ、強いっすわ。これは何度も言いますが。エンブレムやっぱ強いっすね。もともとの削り能力も高いんだけど、なかなかしんどいものがあるということで、こんな感じで。まあ、アイリスも結構肩身狭くなりましたね。はい。はい、ということで、とりあえずこのエンブレムが強いことは分かったんですけど、最後に検証して終わろうかなと思います。実装される前から一応謎ではあったんですけど、この打球ダメージプラス10に加えて1ポイント以降であれば必中化と15がつくって書いてるんですけども、この後半の15っていう方が、そのなんだろうな、プラス10に合わさってプラス25になるのか、もしくは10というのが15に変わるのかみたいな、そこが気になる人いると思うんですよ。なのでちょっとそこ気になるので検証していこうかなと思います。はい、ということで、とりあえず毎度おなじみロレーヌさんで試していこうかなと思います。はい、ということで、とりあえず1ポイント目でプラス10が乗った状態の打球ダメージを見てみましょうか。はい、どんなもんか見ていきましょう。はい、これで、はい、73ダメージとなってるので、まあ、これに15足されてれば、まあ乗ってるって感じですね。はい、じゃ次見ていきましょう。あ、待って、得点取らなきゃダメか。得点を、はい、取りまして、これで打球ダメージがどう変わってるかですね。はい。73に15が足されてれば、はい。乗ってるってことなんですが、ちょっと待って。ジャストを出しましょう。ジャストを出しましょう。出せません。ちょっと待って。ジャストを出ました。はい。88、あ、ちょうど15足されてますね。だから、あ、じゃあプラス25になるの毎回。やばくね、それは。マジ？はい、ということで、綺麗にプラス15されていましたので、15に上書きされるわけではなくて、さらにプラス15乗るということで、まあ、打球ダメージプラス25ってことですね、要は。強いな、それは。それは強いな。要は、ただしスタミナ消費量プラス 5% の後に、さらにがつく感じですね。だから、いや、強いな。だから、打球ダメージでこれから攻めていくキャラがいたら、まあ、毎回これ使われることになるでしょうね。いやー、これは強いぞ、ということで、はい。こちらのエンブレムについての感想とかあれば、コメント欄にどうぞ。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。